僕今日は自己流もつ煮込みを作ろうと思ってもつ買ってきました。まあ今ちょっと一回あのネギの緑のとことか、やって一回下茹でしたと思うんですね。もう一回やろうかな。まだちょっとね、ちょっとねなんか臭みがあるから、もう一回ちょっとあの下茹でっていうかあの臭み取りをねしてみようかと思いますね。今日はもつ煮です。自己流もつ煮込みよろしくお願いします。はい、ということで、まあ、今ね稽古一回煮たんですけど、これをまたねもう一回ぐらい、まあ、ネギもいいからね、これをまた鍋に戻ります。あ、強くなる。これしてまだ油あるな。待ってくれ、油も負けちゃった。捨てようかな。余分な油は捨てちゃおうかな。でもあんま捨てすぎても多分ダメなんでしょうね。まあ いやこれで手も洗っちゃう。はい、じゃこれもう一回、これもう一回もう一回圧力かけちゃおうかな。ね、圧力かけちゃおう。はい、いつかまーす。はい、ということでね、もう一回圧力かけましょう。ね、で、ちょっと、超自己流なんで、まあ、何かありませんけど、ネギ、これ、ネギ入れちゃう。入れちゃう。生姜も。入れちゃう。生姜も、ニンニク。ニンニクも入れましょう。はい、ということで一発をかけましょう。はい、ということでじゃあ圧力鍋で、ね、少しやっちゃいましょうね。時短とね、なんだね、美味しくなりますよ。お願いします。ということで今日は圧力だ。もつ煮をやっていこうと思います。よろしくお願いします。ちょっと圧抜こうかな。圧これちょっと無理やってますから気をつけよう。カチッと。ドラム落ちました。もう大丈夫です。おぉ、あ、ちょうどね、まあ、まあ、もう臭いっちゃあれだけど、うん、いい匂い。臭いと持つのに、ちょうどいい感じの、うん、臭みは取れましたね、完全に。なので、これでもう、味付けにしようかな。ね。あ、やっぱほどほどですよね。まるっきり臭くないきゃ、まあ、もつって美味しくないと思うんで。うん、もつの匂いありーの。ね。多分これ、やらないですよ、これ。持ってましたね。お箸ねえけど、まあ、うん、こんだけやってるわけ。間違いないです。はい、ってことで、もつは、煮上がりました。って話です。はい、ありがとうございます。入れましょうね。ネギもネギさんご苦労様です。ああ、こっち。あ、でもいいや。いや、でもいいじゃん。はい。はい、もつ茹でましたよ。はい。茹で上がり。こうして。はい。じゃばー、はい、もつの下茹でかじるね、手ですいません。おー、柔らかさあ、ここはね、これから味付けていきますね。はい、うん、歯ごたえが好きな人はちょっとダメかな。
うん、でもこっから味付けに行きます。はい、ありがとうございます。いい、じゃあもつの下茹でが完了してますんで、ごぼう、人参、大根、こんにゃく、これこしらえました。まあ俺よくわかんないですけど、まずごぼうが最初かな、ね、茹でましょう。ごぼうってこれなんだろうね。まあでも細く切ったから別に圧力かけないでいいよね。一応圧力鍋用意しましたけどね。ちょっと圧力しよう。なんかみるみる色が変わってくるな。出汁やな、出汁ちょっと黄色っぽくなってきた、まあ、よくわかんない素人なの。あのね、これも入れちゃいます。めんどくさい。はぁ、あ、水が出てる。水はあんまり入れない方がいいような気がする。あ、違う熱い。これ水はね、なんかこの残ってるんだね。これなんかこんにゃくのあれね、入れちゃおう。はい、ちょっとじゃこれで、これももう下茹でしてるからいいんだよね。入れちゃおう。はい、ということでこの後なんか煮込みましょう。一発ぐらい圧力かけた方がいいのかな。一回圧力かけてやってみましょうか。自己流素人クッキングですから、じゃあちょっといいか、このまま一発圧力いけばいこうか。やりましょう。一発圧力かけて、それでいっていきましょうって感じです。はい、じゃあこれ圧力終わったんでね、蓋開けていきましょう。はい、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 できましたね。下茹で完了です。野菜たちも、いい感じ。おっ、了解。ここから味付けしていきましょうかね。ね、まあ適当なんで、まずは味噌をちょっとこれスプーン2杯いってくるね。スープの量が多い。あ、ちょっと濃いかね、やめてください。それと、なんだろうね、まあ自己流なんで、あと何入れる、普通一般的に。みりん風調味料適当。いいか、適当。はい、じゃあね、今度もよくありがちなお酒、これも適当。で、なんか一応ね、だし、和風昆布つゆ、これもいいとこ、はい、もういいやね。ほんでちょっとで少し煮込んでいこうかな、なんて。はい、火つけて、もう圧力はいらないでしょ。ちょっとこれ、味噌少ないかな。でもね、少し煮込むからな。もうちょっと味噌いいか。味噌もうちょっといいじゃん。これで、味見ってやつにしてみる。ちょっとね、味見が好きなんだ。そうか、ちょっと甘み、ちょっと砂糖も入れてみよう。砂糖もするし、ちょっとどうかな。砂糖入れた。さあ、どんな味になったか分かんないね。酔っ払い料理だし、ね、まあ出来上がりがうまきゃいいんですよって感じ。僕プロじゃないですから。これね、ちょっと軽く甘いな。まあ味はちょっとあとで調整しましょう。甘かったね。まあでも味噌だね。味噌もちょっといっとこうかな。適当ですから。
まあ、まあでもね楽しんでやってますからね。こうやって少し煮込んでいきますよ、味染み込ませながらね。どうぞ。あ、いい感じ。まあ後でねこれ仕上げにごま油を入れればこれいい。いや、なんとこれなんかくたくたになっちゃったけど、これうまそうでしょ。うまそうでしょ。多分うまいと思います。はい、ということで最後の仕上げまでしばらくお待ちくださいませ。はい、です。はい、というわけでもつの煮込みが結構くたくたに持っていきましたね。まあちょっと軽く盛り付けしてみると、まあこんな感じでなかなかね、ネギと一味乗っけて完成です。いただきます。はい。